はい、今回も、井山さんの対局を見ていきたいと思います。はい、お相手はちょっと漢字が難しくて、ちょっとわかりませんでした。はい。それでは、見ていきたいと思います。井山さんの白番です。はい、またね、下がりがね、多く見られるようになってきましたね。これは、まあ、結構簡明な変化ですね。まあ、こうした跳ねれば、まあ、取れますね。はい。ただ、こうつけたんですね。つけは、ちょっとここ固めてますんでね。よかったかどうか。つけは初めて見たんですけど、そうですね。まあ、あと、抑えでは、これも、ありましたかね、こういう。まあ、こんな感じでね、取る打ち方もありましたね。まあ、実戦はこのように打って、まあ、工夫しましたけど、果たして良かったかどうか。まあ、ツケはね、この場合3-3ですとね、絶対こちらから押さえてきますんで、まあ、かかりは絶対コスミつけてきますんでね、まあ、そういう時には、こうつけてね、打つ手段は有効かなと思います。まあ、少しね、3-3より食い込んでるのでね、まあ、羽継ぎもね、辛いところで、このハサミツケを見てますんで、後々ね、ここが、狙いになってきます。白はね、4隅取ってね、まあ、全部ね、イージーでね、取ってますね。あ、早速ね、打たれました。まあ、下がってもね、すぐには手はないんですけど、まあ、いろいろね、こういうとこからなんかどっか真ん中打った時とかにね、少し働いてくる可能性があるので、ここをこう受けましたね。そうですね、これ当たりとかにするのはちょっと筋が悪い。まあ、これだと白も抜くのでね。まあ、ちょっと嫌なんでしょうね。やっぱなるべくね、抜きの形とかは与えない方がいいですから。このように分かりました。まあ、白はこちらを重視しましたけど、なんかこちらを挨拶したい気もなんかするんですけどね。例えばですけど、こんな感じ。こんな感じでね、こちらを大事にする打ち方はどうだったでしょうかね。ここを打たれてもね、そんなに大したことがないような気もするんですけど。実戦はこちらを助けて。まあ、こういうことですね。また下飛びもすごいですね。まあまあ、こんなぐらいでもね、そんな悪くないような気もするんですけどね。白も打てそうな感じがしますけど。さらに稼いだんですけどね。中央が大きかったような気もするんですけど。
いよいよこれね、入れなくなった気もするんですよね。こっからですか。こっから堂々と嵐に、向かったと。すごい打ち方ですね。まあ、最悪こうやればコウが残りましたね。ただ黒は これだけを取っても打てるっていうことでしょうかね。なんとなく形にはなってきましたけど、まだ難しいかもしれませんね。しのぐには。まだはっきりしないですね。ああ、ここで投了となりましたね。いや、今、イヤーマさんらしいね、最強の頑張りでしたけど、ちょっと今回はね、うまくいきませんでしたか。そうですね。まあ、こうやればね、こうなんですけど、まあ、仮にこのぐらいされててもね、ちょっとね、自信ないんですよね。なので、全部助けるような打ち方を選びましたけど、抜きで解消されまして、これがうまくしのげなかったと。ここはね、何もないともうここはダメですね。切れてしまいますから。これで何も手がないということですね。まあ、今回はね、最強の、しのぎを見せてたんですけど、残念ながら相手に、うまくね、仕留められてしまいましたね。ここのね、頑張りとかはすごいですよね。地を取って。じゃあ、それでは、この辺りで終わりにしたいと思います。それでは失礼します。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。